今日本人の最大関心事の一つは間違いなく皇太子様のご結婚相手。そこで我らワイドショー精神にのっとり、夜打ち、朝がけ、張り込み待ち伏せ、控えめにかつしつこく直撃させていただきました。一言、あの週刊誌等でですね、本当に何も関係ございませんので。あ、そうですか。恐れ入りました。聞いておきますので。本当にびっくりして、自分でもなんでこんなことになったのか全然わからないんですけれども、周りの人もお友達とかもびっくりして、まさかねとか言その、ご自分の心境だけ語っていただけないかなと思って、もし自分としてどういうお考えもないってことだったらそれでも結構だし。あ、本当にそうなんです。あ、そうなんですか。ただ大阪になってるっていう感想はいかがですか。別に何も。お母様なんかとお話したことはございませんか。別に何にも話してない、はい、その週刊誌はご覧になりました。そういう多少。あ、はい、そうですか。お姉様は、あの、いますけれども、お姉さんともそういうお話はしたことございません。別に。あ、そうですか。ヒロミさんに対する印象だけ一言お聞かせいただきます。そうですね、全然お話ししたこともないですから、そういう全然あの面識のない方についてそういうふうに申し上げるのはやっぱり控えたいと思いますけども、ただね、とても良さそうな方だなっていうふうに思いますけども。注目を浴びてらっしゃることに関してはどう思いますか。マスコミが注目を浴びてるということに関して、この方が迷惑してらっしゃるんじゃないですか。なるほど。あの、浩宮様のですね、お小さい頃のご印象というのはどのぐらいの。とても真面目で、はい、よく気配りをなさる方で、はい、いい方だと思いますけど。すみません、草刈さんではいらっしゃいません。皇太子さんの歌をお見されたというですね、お話もあるんですが。そんなことはありません。ありませんか。あの、皇太子様とお会いになられたことは。ありません。ありませんか。今回こうやってあのお名前がですね、出たことについてはいかがですか。全く関係ない。中にはこんな方もいらっしゃいました。あ、そうですか。お会いしたことはございますか。ありません。全くございません。ありません。もし今後このような話が来たらですね、どのように勉強しますか。ごめんなさい、しつこくて。連日早朝から詰めかける報道陣に少しも動ぜず。おはようございます。和田さん、フジテレビなんですけれども、あの、昨年ね、オックスフォードの発言なさってからいろいろと状況というのは変わってますでしょうかね。じゃあ最近、あの、皇太子様にお会いになったかどうかっていうことだけでも教えていただけません。そんなことありませんので、前から教えてるとかいかがかりません。あ、そうですか。じゃあなさい、すいません。あ、今の皇太子様の規則問題についてだけ一言お願いします。あれ、何がおかしいの。それは笑っちゃいますよね。自宅から駅まで7分、こんなにしつこくくっついてくるんですものね。でも和田さんの笑顔素敵ですね。何か贈り物があったということはなかったんですか。前回いかがでした。面白いです。ちょっとでもなかなか複雑ですね。